はい、それではテラコ行ってみましょう。テラコはね、基本的にチャージ5、通常攻撃を4回した後強攻撃、このね掃除機みたいな感じでこうみんなを集める攻撃、これがとにかく強い。うん、これだけでいいぐらいです。まずザコもこの竜巻の中に、吸い込んでくるし、ネームドの敵に至っても吸い込む。で、吸い込んだ一番最後の当たり判定の時にゲージをロックさせるので、そこにビタロックをかけて削ってやると簡単にね、スマッシュに持っていくことができます。もうほんと基本これで、あとねこのダッシュ Y、 ダッシュ Y だね、この攻撃も結構ダメージは取れるんで、刻印をねダッシュ Y が強くなるやつ入れようかなと思ったけども、うん、やっぱ微妙だったので入れてないですね。刻印はやっぱり攻撃速度が基本的にどのキャラもマッチするね。うん、刻印は攻撃速度一択ぐらいでいいのかもしれない。ただそんなにボロボロ出るやつじゃないので、うん、集めるのに時間はかかるんだけどね。はい、じゃあ行こう。で、テラコが、まあ、敵を集めるのがすごい得意だし、ヒット数稼ぐのも得意なので、必殺技がね、すっげえ溜まる。すっごい溜まるので、もうほぼほぼ打ち放題みたいな感じでやっていっていいです。まあ、ただ、雑魚敵がいないところだと、まあ、必殺技溜まるのは若干遅めだけども、それでも他のキャラクターに比べても早い方です。で、このちっちゃな体でね、攻撃力あんまりなさそうに見えるけども、攻撃力は高い方。うん。ちっちゃいからね、ちょっと低いかと思いきや全然高いキャラクターです。で、この竜巻、まあ通称ダイソンって言うんだけどね、このダイソン中にキャンセル、回避を押すとキャンセルすることができます。ただ自分はその竜巻の中から出るんだけど、竜巻は残ったまんまなので、これもね使い道がだいぶあります。竜巻を起こして、でキャンセルして、で別のところでまた竜巻を起こすと、そういう感じもいけるね。すごい使える技となってる。こういう2体ネームドが来た時とかも全然余裕で吸い込むから、もう複数体いた方が逆に戦いやすいぐらいの感じだね。で、削りはこの通常攻撃を5回して強攻撃だね。この攻撃で一発で削れるので、うん、それぐらい攻撃力があるキャラなので大丈夫です。どちら、どっから降りる、ここか、ここよくわかんないんだよな。いや、違うか、あ、違うね、ここだ。はい、まあまあとりあえずボスまで行きます。はい、それでは来たね、ここのボスライネルだけども、ライネルも同じくダイソンで吸えるので、吸ってしまって露出したところにビタロックです。で、ビタロックそのまましてるとレーザーをねバババババーって打つんだよね。でもそれだとダメージが少ないので、キャンセルして、回避だね、回避をしてキャンセルして通常攻撃、まあ YYYYYX 通常5回の X、強攻撃を入れた方がいいです。レーザー自体はそんなダメージがないね。連射器を使うとレーザーすごい連射できるんだけども、ダメージはね全然稼げないのでおすすめはしません。普通に叩いた方がいいね。はい、ということで今日はテラコを使ってみました。テラコは基本的にダイソンだけでいい。通常 Y を4回入れて強攻撃を X を1回入れる、その吸い込むやつがもうとにかく強い。
雑魚戦でもボス戦でも使えるので、もうとにかくあれで吸い込む。で最後の一発でひるませたところにビタロックでゲージを削ってスマッシュ、まあそういう使い方だね。レーザーも特殊技であるけどもそんなに強くないので、まあ通常でガシガシ削った方が全然いいです。で必殺技の溜まり方は全キャラ中もう一番ぐらい溜まりやすいので、まあ必殺技どんどん打っていくっていうのもこいつの強みだね。では別のキャラクターの操作方法などもやってます。そっちもチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。そして公式 LINE もやっております。友達登録をぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。